董卓の追っ手を振り切った曹操は都洛陽を脱した。袁紹もまた北の奇襲に落ち延びる。他の諸侯も続々と都を離れ本拠に身を潜めた。暴虐の嵐が吹きすさぶ都に響くは董卓の小声のみ。天下はもはや野獣のなすがままなのか。いな、乱においてこそ輝く曹操はすでに次なる策を打っていた。彼は陳留で兵を募り各地の諸侯に激文を飛ばす。その動きは袁紹を中心とした反董卓連合として結実した。袁紹、曹操、そして花公園らは董卓の待ち受ける洛陽に進軍する。勝つのは時代の騎手たちか、それとも野望の強制か。堅牢なる止水艦、古老艦を挟んだ激闘が今始まろうとしていた。逆進董卓とその一派を壊滅させる。進め、間質の平穏我らが取り戻すのだ。恐れるな、胸を張れ。いざ進軍開始。どけ腰抜けども、この海遊の道を塞ぐ者は撃つ。敵将を討ち取ったり。チッ、一旦引かねばならぬか。腹減ったよ。頑張れ、俺たちは孫権様の兵士だぞ。なんだなんだ、孫権とこの兵は飯食ってねえのか。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。董卓の横暴はここで立たねばならない。この時代を担う我が子らのためにもな。敵将を討ち取ったり。いい働きだ。俺もお前の頑張りに応えるとしよう。まだ兵糧は届かねえな。腹が減って力が出ねえよ。兵糧が届いておらぬよ。袁術が手配することになっていたはずだが。敵を蹴散らしてきたようだな。よかろう、輸送隊を出してやる。